どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に死に誓って蘇ってこられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。時間が押してますのですぐ聖書に入りたいんですが、ちょっとだけそのキャンプのこと、本当にお祈りをありがとうございました。中には断食してくださった方もいると思いますけど、本当に感謝しております。今回、一つは時代のことをパウロ牧師は言われまして、今の時代というのははっきり例えばロシアの動きですね、経済的なことを聖書によれば、ロシアは経済的に追い詰められて周りの国々を従えてイスラエルを攻めるということが目標に書かれていますが、まさに今ロシアはそういう状況になりつつあります。明らかにですね。だからその今までと違うのは、聖書に書かれている事柄、目標に書かれているような事柄、それ以外のところに書かれている週末の事柄が成就してきているところですね。東日本大震災のと5年間まだ余震が来てないんですが、科学的には5年以内に余震が来る確率が非常に高いんですね。九州の人はあんまりはっきり言ってそんなあれではないんですけど、向こうの人はシビアですから。で本当に東京はその余震っぽいのが、この直前にキャンプの直前にいくつかあって、で向こうは真剣にもう5年目なんですよね。で今年来てもおかしくない。で東日本は余震が大体 80% が来るんですけど、東日本大震災はちょっと異常でしたから、 80% も普通の地震の大地震なんですね。それが来てもおかしくない段階に入ってきていると、ね、だからどこに来てもおかしくないということね。そういうこととか、それから、それ以外にもイスラム国のこととか含めましてですね、明らかに時代が変わってきている。人は時代というのに縛られているか、時代に影響を受けるんですけど、その特別な時代に来ているということなんですね。でもそれは同時に本当にリバイバルの時であると。困難が来るけどリバイバルの時であると。で私たちはその400年間今まで祈られてきた祈りの、クリスチャンたちの、ね、祈りの答えとして、この時代に生まれたものとして、その大きな流れの中の一つとして、この時代に生かされたものとして身を見るということを言われたんですね。だから、特別な時代に生かされて、ある意味ですごく、得なってたことは悪いな、特別な使命がある時代に生かされたと思うんですね。もし私たちがその30年前生きていたとしたら、違った時代でしょう。100年前ならもっと違ったでしょう。でも今この時代に生かされているということは、その400年間の祈りの答えを見るということです。例えば、シュテジプトの時ですね。正確に430年なんですけど、経ってシュテジプトするんですが、その400年間、当然ユダヤ人たちは、中には偶像礼拝しているユダヤ人もいるけれども、本当のユダヤ人たちは真剣に神に祈ってたはずだと。でも400年間何も起こらなかったけど、400年経った時、モーセが神によって、10個の奇跡ね、エクソダスにある10個の奇跡。そしてその後、神の技を見るわけですよね。ちょっと尋常じゃない技を見るわけです。そしてエジプトが裁かれるでしょ。普通じゃないことが起こるわけですね。でもそれは400年間の祈りの答えが、だと。同じようにこれから黙示録の聖書に書かれているリバイバルが起こる時に入ると。26世紀をはじめ、浦上をはじめ、いろんな方々が祈ってきた、その祈りの、その答えが現れる、その時に入る、その時の時代に来ているんだということですね。これは皆さん、どうぞはっきり覚えてほしいと思います。ちょっと今とは違う時代になります。だから、いろんな方のお話を聞くときにですね、ご本人やご家族の方がね、ちょっといろんな問題があったり、傷んだりするときに、いつも私は、味方は、これからの時代を生きるためには、そういうところを通ったことが、普通に言ったらとっても辛かったり、マイナスだったり、予的に言ったら、何のプラスにもならなく見えることが、実は、このからの時代を生きるためには、その絶対マイナスに見えるそういう事柄が、実は神の手によって癒され解決したとき、逆にそれがものすごくな祝福に変わるんですよね。例えば、いつも話すダビデ前田牧師のご家族はね、ダビデ前田、奥さんは統合失調症でもう17歳から入退院を繰り返して、自殺未遂を繰り返したわけですね。で絶対治らないと言われ、ご主人は麻薬ですね、ダビデ前田さんは。麻薬でね、高校生の時からおかしくなって、やっぱりどっちも保護室まで行くような状況だったんですよね。で絶対結婚しちゃいけない人に勝手に結婚してしまって、案の定修羅になったところで教会に来て、そこから子供が6人ですよね。ところが孫3人今ねところがですね、今ね、長男は牧師になってますし、サラちゃんはね、悩んだ末高校行かなくて、楽器にかけたらサックスではもう日本のトップレベルですよね。それから世界でも著名な人と今スカイプで教えてもらってて、それは韓国のクリスチャンが喜んで献金したわけでしょう。ちょっとすごいですよね。あと他の家族も今回高校中高生がすごく良かったんですね。今までは面白かったんですけどね、おちゃらけでね、うちわ受けする。今回はちょっと泣かずには見れない映像なんですね。見てあげてください。あれ世の中の人に見せれます。その脚本書いたのはイスラエルちゃんなんですよね。うちのビートの間のすごく仲いいんですけど、で子供たちがみんな祝福されてますよね。で本人でダビデ前田牧師は東京アンティオキの音楽の担当責任者です。
賛美の責任者。奥さんは家族の中で稼ぎ会社になったわけでしょ。昔の人知ってる人はね、びっくりします。彼女は世の中で働けるなんてことで奇跡ですけど、働けるだけじゃなくてその管理職にもついていてね、稼ぎ会社ですよね。信じられないですよね。昔を知ってたらありえないですよ ね。だから本当に、でそれで彼らの武器は何かというと昔病気だったことなんですよ。だから沖縄まで呼ばれて、呼ばれるわけです。なぜかって言ったら病気の人たちに希望を与えてほしいって言って、そこで講演会をするで、神様の話をして、賛美だけじゃなくて話をしたりするんですよね。あれでそれで結構あっちこっち呼ばれてます。あっちこっち呼ばれてます。だってね、大川次道先生のところでも秋元牧師はセミナー行きましたけど、まだ説教師と呼ばれてないんですね。呼んだらいないこと、ちょっとまだちょっともうちょっとしたら呼ばれるでしょうけど、 前田さんは説教師と呼ばれたんですよ。あ、それがあった。つまりマイナスが逆にすごく祝福に変わるんですよね。で特に、ね、今これからの時代ね、かなり厳しい時代になりますから、皆さん人生、皆さんの周りにね、なんかこれさえなければ、あれさえなければってね、もうこれじゃもうおしまいだって思うようなことを通っている人はね、おしまいじゃありません。そこを通ったことがいかに大きな祝福とプラスに変わるかっていうのがクリスチャンの醍醐味。特にこれからの時代はこれがあるからね、希望があるんで、十字架と復活はそれがあるんですね。でそれは今日の使徒行伝も関わってくるんですけども、それを忘れないでください。でこれはね、単なる気休めじゃない、本当にそれが起こるんですね。信じて、ね、原則に従って神にこう信じてね、対応していくと、そのことをね覚えてほしいと思うんですね。で今日の使徒行伝いきますね。でそれで、まあ、パウロ牧師がその時代のことを語られて、でテスト卓球の時に何にもないっていうか、自分はふさわしくないと思ったところがスタートだと。でふさわしくないっていうのはね、神の働きをするのにふさわしくないということです。私はヨハネ君は牧師に向いてると思うし、いい牧師になると私も思います。別にそのことを否定する必要はないんですよね。だけど神の働きをするのにはふさわしくないし、力がないって。世の中には勉強できたりできるんですよ。足の速い人は早いんですよ。別に否定することはない。速い、神がくださった素晴らしいもので、足が速いし勉強はできる、素晴らしいんだけど、喜べばいい。それを用いて人と神に使えればいい。しかし神がお望まれている働きをするにはふさわしくないし足りないんですね。神の働きをするには。もう一つは、神の働きを本気でしようと思うと、その知恵とか、その足が速いとか、勉強できるとか、優しい頃になれるっていうのは、恵みだなってわかるんですよ。神様がいなかったらこれ神様がいるから、こういう心が、こういう知恵が、こういう力が与えられてるんだっていうことに気づいてるかどうかは大きいです。神様がいなくたって俺頭いいんだったらアウト。これはアウト。これは打たれます。これは打たれます。でもね、頭がいいこと自体は別にいいわけですよ。足が速いことはいいわけですよ。早く食べれることもいいこと、まあいいことだから、帰って間に返すかもしれないけど、俺は体あるんですからね。でも、それはいいんですけども、神様の恵みがあるからだっていうことと、神の働きをするには足りないなって、ふさわしくないなってことに気づくことですよね。でも、そのふさわしくないなって思うのがスタートだって。もちろん言いました。ふさわしくないと思うことはスタートだけど、ふさわしくないと思ってるだけで、いたら、ふさわしくないですって。ふさわしくないなと思って、神のところに来ると、神により頼む、神に求めると、神により頼むと、ふさわしくないものを通して神が働かれるんですね。賛美もそうです。俺は下手だなと思ってると、下手なまま。俺は下手だな、でも神様の言葉があるから、言葉ですね。言葉があるから、言葉を歌ってやるなら、その人を通して現れる。ね、だから、映像でも、なんか、促しがあるなら、全然素人でも、神様がおっしゃるから、言葉があるからって踏み出すならば、神が力をくださる。わかりますよね。ふさわしくなくてもいいんだけども、言葉を受けることと踏み出すことですね。自分が頑張って神により頼んで、これがポイントになりますね。ここはね、どうぞ覚えてください。で、なんか、時々弱さと向き合わされたり、なんで私はこんな失敗するんだと思うことがあるじゃないですか。だからペテロは、ね、いつもガリラヤ湖のプロだったのに、一匹も釣れなかったの。ゼロですよ。あれ、中途半端に釣れたらね、おそらくイエスのこと聞けなかったの。ゼロなんですよ。ありえない失敗なんで。だって釣れるときに行くはずなんだから、取れるときにプロの漁師だからね、趣味じゃないんだから、生活かかってるからね、なのに取れなかったわけでしょ。だからね、でもその直後にキリストの言葉にかけたんですよ。だって一匹も取れてないから大変だけど、まあちょっとでも取れたらいいかと思って行ったと思う。そんな大量期待しなかったと思う。でもそしたら大量になったわけです。逆転しちゃったわけですね。だからそういうところ通されますけど、それは恵みなんです。で、ふさわしくないな、力がないな、自分はダメだなって思うことは何のマイナスもない。そこからスタートです。だそれでスタートなんだけど、より頼むってことは大事だってことを言われたんですね。で最後にここから歌いながらそれを説教されました、ね、あと映像はですね、本当に今年良かったです。正直言いますと、去年まで映像されてながらですね、
まあ打ち上げしてるなって感じだったんですけど、今年は何本かは世の中に持っていってもいけると思ったし、初めてですね、これ久しぶりですけどね、私もちょっと作りたいなとかですね、これならちょっと脚本しようかなとかね、技術を見ながらですね、ああちょっと編集の時に携わらせてもらって一言言いたいなとかね、その悪い意味じゃなくていい意味でね、こうしたらもっといっぱいに入ってくるとかね、ピースとかヤマトゴスペルクラブのミュージックビデオを作りたいと本気で思いましたよね。ちょっとね、真剣にね、一般に向けてね。で、だからちょっとね、今年はね、ちょっと違ったんです。だから、例の正解が強かったと思います。あと、今まで言っても、たまもの基本とか、9つのたまものっていうところをやってたんですけど、私は今回、預言者の上級特進クラスをやったんですね。実践オンリーなんですけど。で、やってもらって、そこに行って、かなり、霊的な分野の、普段言わないようなところを突っ込んで、けど、来るんですね、例の正解が。びっくりしました。あ、すごくね、なんか、ちょっと次の段階に入ったなっていうことを思いましたので、教会も働きが次に入ってくると思いますので、期待してほしいと思います。それで、駆け足で16章を話します。ここは、ね、今日、長嶋さんがおっしゃってくださいますけど、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われますということのところなんですけど、そう言われたのは、看守なんです。看守の人が言われたんです。看守の人が実は、このパウロとシラスを奥の牢に連れて行って足かせかけた人なんです。その人が、このパウロとシラスを助けて、どうしたら救われるかと聞いて逆転しちゃうんです。で、この家族が救われるんです、実際に。そのストーリーなんです。で、そこをね、よく見ていきたいんですけども、ポイントのキーになる言葉はね、25節の真夜中頃、25節、真夜中頃、パウロとシラスが神の言いつつ賛美の歌を歌っているとっていうここなんですよ。これがキーなんです。でも、そのキーに行くために、ちょっとね、聖書からさっと見ていきますね。今日のまた16節から、なぜパウロとシラスが捕まったのか。16節、私たちが、これパウロとシラスです。パウロとシラスが祈り場に行く途中、ね、こちらにも出ますからね、どちらでも結構ですよ。祈り場に行く途中、祈りに行く時ですね、占いの霊に憑かれた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちの多くの利益をさせているものであったと。皆さん、当たる占いはやめてください。だから当たらない占いはいいと言っていません。 当たらない占いもダメです。占いは罪です。ね、干支は何だから何だとかですね、何だからがどうだとかですね、関係ありません。私と妻は星座が何と言おうと、ね、相性がいいのです。神が選んだから。いいですか？関係ありません。星座なんて関係ありません。神が選んだから最高なんです。わかります？これ本当大事なんです。結構ね、クリスチャンやられてますからね。やっぱり相性合わなかった。考えてみたら、この星座だもんとかね。何言ってるんだって。あれ、これでね、当たる占いはね、悪霊が背後に働いてるんです。クリスマス、あ、だから当たらない占いって言ってませんよ。当たらない占いだって良くない罪ですよ。やっちゃいけませんが、当たる占いは背後に霊が与えてる。竹本さんもね、クリスチャンになる前に手相やってたんですよね。だ、人の手は見ないようにしてるって言ってましたもんね。見た瞬間思わず降ってくるから、もう今はもう関係ない。ちょっと前言ってましたね。10年ぐらい前言ってましたね。ね。で、私も結構トランプは好きだったんですけどね。クリスチャン本部なのにね、恐ろしいね。でもとにかく当たる占いは、これ悪霊の力で当たるんです。で、占いって、ね、昔例えばすみません、長崎と知らないけど、東京では新宿のおばさんというのが昔、今いるのかな、もういないのかな、昔はいたんです。そしてね、行列ができたんです。ほとんど女の子だけどね、本当に当たるんですよね、あれ。だから行列できてたんですね。でも、これで金儲けができるわけですよ。で、この女の人ははっきり聖書書いてある、悪霊ですよね、占いの霊って書いてあるから、悪霊で当たってたんですよね。だから、この人が儲かったんじゃなくて、その奴隷だから、主人たちがこの女奴隷を使って金儲けしたんですね。そしてね、何をしたかというとね、パウロとシラスが来た時にですね、こう言ってきたんですよね、次の節、17節。彼女は、この占いに疲れた女の人は、パウロと私たちのシラスとの後についてきて、この人たちは、威と高い権威のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べたいと人たちですと叫び続けた。言ってることは当たってるんです。その通りなんです。だけど、叫び続けられると宣教できないでしょ。昔の人分かりますよね、高市さん昇ると言いましたよね、総理大臣ね。褒め殺し。この人は私と同じか、ちょっと若い世代。若い人いるか、どこ見たらいいかな。褒め殺しって分かりますかね？分かります？ヨハネ君。あ、分かる。あ、分かるんだ。すごいね。ね、昔あった褒め殺しって分かりますよね。ね、で、竹下登の時はね、なんか散々やられて、ね、田中角栄のうちに謝りに行ったら、門前払いされて解決したんですけど、でも、この時は何かというとね、徹底的に毎日言ってることは本当だけど、宣教できないでしょ。宣教できないですよね。そしたらですね、困るんですよ、ね、
これでパウロは仕方なく、これ書いてある時、28節。幾日も何日もそんなことをするので、困り果てたパウロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの名によって命ずる、この女から出ていけと言った。そして即座に霊は出ていった。はて、今日はこれテーマじゃないから長くは言いませんけど、覚えてください。これ占いの霊って悪霊なんです。悪霊に疲れてると当たるんです。人格があるんです。ところがね、パウロは困ったので、もう仕方なく、イエス・キリストの名によって、パウロがすごいんじゃありません。キリストの名に力がある。ね、出ていけって言ったんで、この中から出ていけって言ったわけでしょ、その霊に向かって。ほいで、瞬時に出ていったんですよね。ほいで、この人はね、霊から解放されたからね、正常な人になったわけですよ。ただ、占いはもうできないし、当たらないですね。でも、本来の人格は戻ってきたわけですよね。だからね、悪霊に会えてる場合ってね、霊が出たら一発なんです。例えば、霊によって出る熱の場合は、霊が追い出されたら、いっぺんに落ちます、熱って。こう本当に落ちます。普通の熱はね、癒しですよけど、悪霊の場合は本当にストーンと落ちますよ。それから、例えば、咳ね。全部、間違いない。熱が全部悪霊なんて言ってませんからね。ね、咳も、いわゆる本当に風邪ひいた咳と、霊的な咳ってあるんですね。その前に霊が出ていったら、ゴゴゴってやった後、スッと全くなくなりますよね。あとは咳の途中でパッと止まったりします。嘘みたいに。嘘みたいに起こるんでね。霊の場合はそれが起こる。でそれは、あるいは憎しみでも、まあ、罪があるから憎しみがあるんですけど、異常な憎しみとかね、霊が働いた場合に、霊が出ていったら、なんでこんなに憎んでたんだろうとかね、神に触れられたら、その人が急に愛しくなったりしちゃっちゃうじゃないですかね。これは私の妻の証がありますけど、もうしませんけど、今日時間がないから、逆に起こるんですね。これは何かっていうと、悪霊が来た場合は、悪霊が出ていくと変わる。でこの人も悪霊が出ていったから、おそらく人格的に見ただけで変わったんでしょうね。しかも、もう占いできなくなった。そしたら、ハレルヤじゃないですか、普通。ところがね、なんてなったかというと ね、次、19歳、彼女の主人たちは、こう書いてある。儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるために広場へ鍛えていったと。で、そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私の町をかき乱し、ローマ人である私が採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。軍衆も二人に対して反対したったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭打つように命じ、何度も鞭打たせてから二人を牢に入れたって書いてあるんですね。でもね、これ連れてってね、いろいろ言ってるんですよ、大義名分を。ローマ人である私が採用もしてない、実行もしてない風習を宣伝してるとかね。でもこれは後でつけた理由なんです。なぜ彼らが怒って彼を捕まえたかの理由ははっきり書いてある、19節。儲ける望みがなくなったんです。占いの例に使えた例、占いの例が出ていったから、もう当たらないから金儲けできない。で、しっかり覚えてください。これから迫害の時代来ますけど、いろんな理由をつけますが、実は金儲けができなくなると迫害するんです。イデオロギーで人は喧嘩しません。ロシアが出てくるのも経済的な理由です。はっきり目標に書いてある。で、歴史を調べると分かります。戦争はイデオロギーで起こってない。冷たい戦争しか。実際に喧嘩、戦争するときは経済なんです、必ず。ね、あの賢いドイツ人がなぜあんなヒトラーに入っていったかって経済ですよ。で、ではね、日本にリバイブ起こるとなんかクリスチャン増えるんです。長崎教会の、例えばここに、ここでも狭いけど、まあ、ここだと10回ぐらい礼拝しない、しても足りないかもしれないね。で、それで、ね、本物のクリスチャンになったら、初詣に行かないんですね。まさか今年行った人いないですよね。私日本人とか言ってね、なんか困りますよ、ね、初詣行かないんですね。神社の収入は初詣がすごく大きいんです。車を買ってもですね、お払いなんか行かないでしょ。でも多くの会社で車買ったら会社で行きますもん ね、四五三しないでしょ。前は5000円、中1万円、奥1万円とかね、あるんですよ本当に、ね、四五三行かないでしょ。ということは神社の収入は生きた本物のクリスチャンが増えると落ちるんです、ガクンと。あと葬儀は教会ですよね。天国に行ける、しかも安いあなたの生活のレベルと心の基準に合わせて金額が決まる。ただでもいい、ね、ところが仏教式の葬儀ってのはね、知らなかったんですよね。まあオープンにしてるからあんまり言いませんけど、私は正直言うと怒っております。人の悲しみつけ込んで、ちょっとね、半端じゃないですよ、彼の借り方は。ああ。それで終わらないでしょ。で、額によって変わるんだもんね、葬儀の仕方が。名前も変わるんですよね。ね、なんかね。で、それで終わらない日本の場合ね、その後、法事があるわけですよ。ね。で、本物のクリスチャンは葬儀は教会でするんです。で、記念会もするけど、別にそれは自由なんです。
そうすると本物のクリスチャンが増えるとお寺は収入がガクーンと落ちるんです。葬儀しなくなったらガクーンと落ちますよ。そしたら皆さんね、お寺と神社が黙ってると思いますか？絶対始まります。お寺と神社だけじゃないんです。クリスチャンになったらね、パチンコしないんです。してる人悔い改めてください。 いや趣味だなんて言わないで。競馬競輪協定から解放されるはずなんです。本来本人が本当に望めば。お酒もまあたしなみ程度に飲む人いるかもしれませんが、基本的にはいらなくなるはずです。私もこの前本当に久しぶりにね、30数年ぶりに大学1年の時の、まあ、4年まで私7人いたんですけど、彼らは中退したこと、中退とそれから、5年かかったのと一緒にね、食事したんですね、夜ね。すごいいいとこでね、いいとこって、まあ、すごく低くないけど、まあ、渡したらいいとこでね。それで彼らは飲むけど私はもうウーロン茶でいいのは全然もうね、お酒勧めたりしないね。それぞれ、いちいち言うんですよね、彼がね、こいつは宗教的な理由で飲めないからとか言ってね。そんな風に言わなくていいだと思うんだけど、ね、宗教理由じゃないってね、もういらなくなったんだってね、言いたいんですけど、まあね、でこうそれで話しましたけどね、みんな飲みますよね、普通に飲むでしょ、いらないですよね。で言ったら、いや俺は酒なくったって全然お前たちとどんな話でも乗っていけるし、お酒なくったっても酔えるから、お前たちには酔えると思うとか言ってね。本当にだから話はできるんですね、全然ね。で久しぶりに話しましたけど、飲まないでしょ、ギャンブルしないでしょ、一日一年なんてやってますけど、皆さん知ってますか、その背後でどれだけの家族が泣いているか、人生を失ってるか。ガクッとなくなるわけですね。そしたらでパチンコ協会ってね、市民党にすごい力持ってるんですね、寄付金いっぱいしてるから。ということはですね、パチンコがなくなってると思いますか？宗教界だけじゃありませんよ、ね、儲からなくなるとね言ってくるとき、儲からないからって言いません、必ずこう言います。大義名分というと、キリストクリスチャンっていうのはなんかこういろいろ理由をつけてね、そして迫害していきます。だってこの時そうでしょ、我々の採用も実行しない風刺を宣伝しております、こんなの後でつけた理由ですよ。何しようがいいんですよ、彼らは。金儲けさえできていれば。でも金儲けできなくなったから言うわけですよ。こいつらこんなことしてるって。で、クリスチャンが増えたら必ず本物のクリスチャンね。残念ながら今カトリックはですね、飲むし、ね、タバコも平気でバンバン吸うし、宗教ともね、よく言えば仲良くやる。よく言えばね。別に喧嘩する必要はないけど、明らかにまずいですよね。だからおそらく迫害を受けないでしょう。天国にも行きませんけど。これはね、しびれになってきますよね。だから本物のクリスチャンが増えると迫害が始まるんです、確実に。これ、ね、ちょっとね、今日の中心テーマじゃないけど、覚えておいてください。ですから、すごい救われてくるけど、迫害も始まります。避けられません。本物のクリスチャンが増えたら。で、この時もそうだったの。そしてその結果どうなったって、パウロとシラスは捕まえられちゃった。でパウロはいいことしたんですよ。占いに使われた人を最初いきなり辞めたんじゃなくて、しつこいから解放してあげたんじゃない。でその人は自由になったんじゃないですか。 人格を取り戻したんですよ。人生を取り戻したんですよ。なのにその結果で鞭打たれたんで、おかしいと思いませんか。神様がいたら、こう鞭打たれるときパチッて背中に鞭が当たる直前にね、天使がやってきてね、羽がつかんでビビッてやってきてね、パッとその鞭を掴んでですね、ね、そしてその鞭打とうとしてる人の首かなんかにくるくるって巻いて、ヒーッとか言ったらですね、そしたらですね、神もすればってことになるじゃないですか。いや笑いますけど普通そうでしょ。なんでその鞭打ってる時は、人間的に言うと神の助けはないんです。本当に鞭が背中に当たっておそらく破れたと思います。幾度もって書いてあるから血が出たと思います。その時神の助けはないんです。で奥の牢に連れて行かれて足かせかけられる時も神の助けはないんです。で連れて行こうとしたら天使かなんかやってきてね、二人の足をピッと引っ張ってですね、逃げ出してね。そのしないんですよ。つまり何の助けもないんですよ。神様に従って神様の喜ばれることをしたのに助けはない、奥の牢に行くまで。しかもですね、パウロとシラスは使徒なんです。知っておりますね。使徒っていうのは福音を語ることが使命なんです。でも一番奥の牢に行ったら人はいないんです、まあ、囚人がいるけど、囚人奥の牢だからちょっと離れてると思うし、壁しかない。壁に向かって向かったんですかね、壁さん壁さん聞いてくださいって
イエス様を信じたらどんな壁でも越えていきますとか言ってね。だアカンベイとか言われますよね。つまり何かって言ったら、壁の福音語だっても仕方がない。使命が果たせないんですよ。でクリスチャンは使命を果たせなかったら一番きついんですよね。使命が果たせない。従った結果、助けがなくて奥のローマに出られて足かつかけられて、はっきり言えば最悪なんですよ。もうこれ以上悪くないってところまで行ったんですよ。ところがその時パウロとしてはさ何をしたかなんです。はい、開いて。その次の節ですね。今日の先で25節。ここが今日の中心メッセージなんですよ。ね。監視は現地に番をして、で足かせをかけて奥の路にいられました。そしたら真夜中です。聖書ってね、皆さん、予言書もすごいけどね、文学的にもすごいんです。これ真夜中って書いてあるんですよ。さらって書いてある。時間的に真夜中なんだけど、これは象徴なんです。まさにパウロとシラスの人生にとって真夜中なんですよ。神に従ったのに最悪まで行き、何の助けもなく、しかも福音宣教をするのは彼らにできない状況に置かれて、まさに真っ暗な真夜中なんですよ。ある方は今、真夜中だ。でもいいですか、皆さん。諦めなきゃいけません。真夜中の真っ只中、パウロとシラスは何をしたか。その状況の中で、背中から血が出、足かせをかけられ、最悪な真っ暗な真夜中の中で、神に祈りつつ、賛美の歌を歌ったんですよ。この祈りっていうのはどう考えてもこの文脈からいくと文句じゃないと思います。神様、なんでこんな目に遭うんですか。もう十分ですよ神様、今まで死んできたけど、死んでいたのにもういい加減にしてくださいって、会いたい会いたい会いたい、この地を見てくださいって、あなたも十字架中断したけど私だって何もしてる、何とかしたらどうですか神様、なんて言ったと思えないですよね。だって賛美の歌を歌ってから、賛美の歌って明らかに神を褒めたたえる歌だと思うし、喜びの歌だと思うし、感謝の歌だと思いますよね。でパウロは他の手紙を見ると何度も感謝と言ってるから、手紙だけじゃないですよ、他でも言ってます、エペソでも言ってます。ということは明らかにこの状況の中で彼らは感謝をしながら助けてください、喜びの歌を歌いながら神様を信頼して助けてくださいと言ったと思うんですね。ここがキーなんです。神様はあなたに最善以外なさらないんです。なんでここに助けなかったのか分からなかったと思う。でも彼らは分からなくても神を褒めていただいた。そしたらね、逆転が起こったんですよ。だって皆さんね、奥の牢にいられない限り、この囚人たちは救われないんです。この囚人たちは悪いことばっかりやってきた人たちなんです。さっきの主イエスを死なさいと言われた人は看守なんです。看守が一番囚人を知ってるんです。この囚人たちは悪いことばっかりやってきて捕まった結局、隙さえあれば逃げたいと思った人たちなんです。だからこの後彼らは振り合うんだからね。もう隙さえあったら逃げたいと思ったんです。よく映画であるじゃないですか、なんかこう、囚人が逃げるやつが。で、この人たちはみんな逃げることしか考えてなかったんです。そこの奥の牢に行って、このパウロとシラスが歌い出すんです、神を、真夜中に。で、皆さんね、いくらなんでもね、まあ、奥の牢だからね、ちょっと特別でしょうけど、それでもやっぱり、はい、新しく入ってきた新人の囚人がですね、真夜中に歌ったら普通怒りませんか。これは、眠れないだろうとかね。例えば、私たちがここで今でオーケストラを始めて、小屋を持たってですね、ね、2、3人じゃなくて、本当のオーケストラが2、30人になってね、小屋も2、30人になってね、で佐賀兄弟があと川村さんの指揮なんかでですね歌い出すんですね。そしたらね、ここからですね、名前出すとまずいから言いませんけど、飛んでくると思います。うるさいって。ね、真夜中にね、新入りの人が歌を歌ったらうるさいに決まってるよね。怒るに決まってますよね。聞き入っていたって書いてあるんです。聞き入っていた、これは普通じゃありません。ということは特別な臨在が来たんですよ。で、しかも面白いのは聞いただけじゃないんですよ。この後ね、地震が来るんです。ところが当然。これキーなんだけど、地震が来るんです。賛美したら。ほいで、土台、これ土台ね。ごめんなさい、時間があれなんだけど、大事なんです、聖書の言葉で一つずつ。土台が揺るごいたから、土台が。土台だから、もう根本から崩してくれたんで、私だったら、私が神様だったら、パウロとシラスの足かせを切り、牢の扉を切る。そしてパウロとシラスがパッと出て行って、みんなの前で、皆さん、キリストを教えてると自由になります、悔い改めなさいと言わせるんですけど、神はそういうせこいことはしない。全囚人の足かせと牢を断ち切ったんです、扉を。これね、ちょっとスケールがでかいですよね。だってまだ福音聞いてないじゃないですか。ところがね、誰一人逃げなかったんです。で、これが看守を驚かせたんです。監視は当然地震が来て、眠ってたら地震が来て、はっと目が覚めたら全部扉が開いてるんですね。で、思ったその瞬間、逃げられたと思ったの。なんか昨日まで知ってるんですよ、囚人はどういう人か。絶対逃げるって。だからもう当時のローマでは、囚人を逃がしたらその人が殺されるから、代わりに逃げられたと思った瞬間、もうこんな逃げたらダメだと思って自害しようとしたら、パウロが奥の牢から、
自害してはいけないって、みんなここにいるぞって言ったんで、その言葉が信じられなかった。彼だった囚人を一番知ってるのは彼女だから、逃げないわけないだろうって、嘘だろうって思って中に入ったら全員いるんですよ、逃げないで。つまり囚人たちは賛美に切った結果、普通キラーの切った結果、切っただけじゃなくて心まで変わっちゃったんですよね。本当の賛美は人を作り変える力があるんです。これが賛美隊がなす賛美です。うまいだの下手だのっていうレベルじゃないんです。人を作り変えてしまうんです。何かって神の霊が望むから。もちろんうまくいった方がいいですよ。音程が正しい方がいいですよ。リズムがちゃんとすればいいですよ。でもどんなにリズムがきちっとしていて、うまくて音程がしっかりしていても、神の霊が働かなければただうまいだけだ。そんなの世の中にいくらでもいる。教会の賛美っていうのは、賛美隊っていうのはそうじゃない。神の賛美なん、神の霊が働くのが賛美なん。この時今まで悪いことしかしてこなかった囚人、看守が逃げるに決まってると思った囚人たちが、この賛美に切った時に作り変えられて、目の前で牢屋が開いたのに、扉が、もう逃げていいのに誰一人逃げなかった。だからこの人はもうどんな説教より大きかったの、感謝って。体が震え始めてきた。何が起こったんだって。こんなことをする人は、これは本物だって分かったの。だからこの感謝、この感謝が連れてって足かせかけたんですよ。その人がパウロとシのところに来て言うわけですよ。ね、救われるためにはどうしたらいいんですか、教えてくださいって。逆転ですよ。パウロとシは説教しないですよね。最悪の中で神に感謝をして祈り、賛美したんです。今最悪の人チャンスです。最悪の真っ只中で神を褒めたたえるんです。なぜかって神の愛は変わらないから。神はそのことさえ全部祝福に変えるから。だから神を褒めたたえるんですね。背中から血は流れてました。足に足かせはありました。でも彼らはそれを感謝して神に賛美したときに、地震が起こって彼らが出て、その牢屋全部を作り変えちゃったの。感謝驚いてね、びっくりしてきて、で言ったの、どうして助かるんですかって言ったら、今日の言葉ですよね。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われると言われた。それで連れ出してですね、自分で連れてって、家族みんなに振り語ってもらったら、みんな信じて、この後愛さん会、私の大好きな。洗礼受けた後愛さん会。ああ、今日礼拝の後、本当愛さんがしたいけど、ちょっと時間が詰まってますけど、どっかでやりましょうね。愛さん会。で、パウロにとってね、使徒でしょ、一番の報いは人が救われて洗礼受けで、しかも家族ぐるみでね、囚人たち全員が作り変えられて、これ救われたと思います。逃げてないことみたいな、本当に。そして看守と看守の方がみんな救われちゃったんです。逆転ですよね。でこれがね、賛美の実なんです。起こりますよ。でも一番大きいのはね、救いなんです。しかも家族全部が救われた、囚人みんな変えられた、これですよね。でなんですね、最悪の中でね、感謝をし賛美をするとこれが起こるんですよ。だってパウロとシラス2人だけですよ。他の囚人歌ったと思えない。たった2人ですよね。でも彼はそこで本当に真実に証拠をたたえたんですね。で今いろんなことがあると思います。神様に従ってるのにうまくいかない、ある方は今背中にムチが飛んできて血が出てるところでしょ。痛たたた感謝します、どうして私ばっかとかね。でもね、奥の脳に入ることに意味があった。そこに入らなければ囚人たちも救われはしなかったんですよね。神様を持っている怪我っていうのはあなたより大きいんです。私の思いを超えていくんです。だからなんですね、すぐ神の助けが来ないからってね、ジタバタしないの。必ず助けは来るんです。必ず逆転は起こる。必ず死の奇跡と技が始まるんです。ところが突然っていうのは必ずあなたの人生にもあるんです。ただ私の願ってよりも多くの場合遅いことがある。そこで感謝を賛美やめちゃいけないって、パウロはね、最初感謝してて、背中に鞭打たれて、それでも感謝してて、で足かせかけられて、そこまで感謝してて、真夜中になった時にね、もう我慢できない、こんなに感謝したのに三段歌ったじゃないですか神様って、こういう風になったとしたら、これは結局ね、何かしてもらうために賛美してるんだよね。神は神だから褒めたたえるんですよ。私ではどうであれ、神様は愛以外になれないんだから賛美されるんですよ。この方は褒めたたえるべき方が褒めたたえるんですよ。で私の体がどうなったとしても主を賛美するんですよね。で神は最低限なさらない、理解できなくてもそこに立って賛美して感謝をするんですね。で素直に求めればいいんです。
神様はその時奇跡をなさいます。でこれからね怒ってくると思うんですよね、問いが来てるから。ただしやっぱり奥のローマで行くことがあるから、いいですか、そこでどうぞ賛美をしてほしいんですね。今はね足かせかけられないと思いますけど、見えないかせがいっぱいあるじゃないですか。鞭は打たれませんけど、言葉によってこれ鞭が飛んできませんか。職場で家庭で愛する者からの言葉は一番きついでしょ。鞭が飛んでくるんですよ。神様を愛して従っているのに、そこで諦めちゃいけません。いいですか、神様はあなたを見放しながらいません。ちゃんと見ておられます。ちゃんと聞いておられます。奥の牢に来て、そこでさあ問いが来ましたって、そしたら指針がやってきます。そして逆転が起こります。そしたら明かしてくださいね、説教で使わせていただきます、ね、それをね共に見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。今日は素晴らしい宣伝式を与えてくださって本当にありがとうございます。神の家族が増えました。さらに家族が増し加わってくるように力強い御手を持って導いていってください。また神様、一人一人神様を愛して従っていく中でいろんなことが許されますが、その時に私はつぶやいたり、もう諦めたり投げ出したりするのではなく、その真っ只中で神様に感謝をし祈り、神様を賛美する力を与えてください。そして私たちが真の賛美隊としてあなたを褒めたたえることができるように、また本当に感謝と大胆に求め続ける力を与えてください。ところが突然地震が起こったように、一人一人の人生に根本から揺がす地震をあなたは与えてくださり、根本から病を癒し、根本から環境を回復し、根本から人々を作り変えてくださることもできない方です。囚人を作り変え、監視の家族を全員救われた主がお一人お一人の人生の中に働いてくださって、その人とその人の家族や職場や置かれている場所でまさに神の御業と栄光を表していってくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれど、疲れませんので、まずくやってもしましょう。主が言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの素直な心からの願いを父なる神様の前に持っていきましょう。神様はあなたの願いと求めに応えてくださいます。自分のこと、家族のこと、健康のこと、経済のこと、友人のこと、人間関係のこと、どんなことでも構いません。天皇様は今キリストですねって祈ります。一人一人の心と体に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。脳梗塞に触れて、その後遺症を完全に取り除いてください。心臓に触れて癒してください。心臓を癒されよ。すごい心の願いがあるんですけど、それを封じ込めて生きようとしている人がいますが、その心の願いをもっと神様に大胆に祈りなさい。神様はあなたの心の願いを叶えようとしておられます。それはわがままではなくて、あなたが願っている、その神様の祝福のために願っているそのことを神は受け取ってくださっています。無理に封じ込めないで大胆にそれを神に願い、信仰を持って踏み出しなさい。奇跡が必ず起こります。人間的にこうことがうまくいっているのが動き始めた、祈った結果、安心してはいけません。あなたはその手を持って祈りなさい。あなたが祈るとき奇跡が起こり、あなたが求めるとき技が起こってきます。神様は教会に乗り越しされていますが、あなた自身が祈ることを待っておられます。あなた自身が祈り、また愛する者に手を置いてあなたが祈りなさい。そのとき神の技が起こります。で実はあなたは信仰があります。その信仰を用いなさい。あなたは真実に心から祈るとき主は答えてくださいます。神が始められたことなんですけど、なんか最初は神様が始めくださったと思って感謝したんですけど、なんか今は、まあ、そうなんだけど、まあ、自分が、頑張ったしという、なんかそういう感覚になっている人がいますけど、それは間違いです。これは神が開かれ、神が話してくださったことです。その神様を忘れずに歩みなさい。それはあなたを窮屈にするんじゃなくて、あなたを祝福して自由にします。天の様、ありがとうございます。お一人一人の体に触れ、心に触れ、人生に触れていってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
仰ぎ声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。あ、今日妻はいません。